数だ。それってどんなマシーン？ああ、もしかしてそれってさ、レーザーミニ四駆のことかな。ちなみにこれがロードスピリットといって、今最も人気のあるミニ四駆だよ。現時点で最新となる VZ シャージにレーザーパーツが付いたマシンっていうと、それはもう格段に早いよね。そうだな、クマスターのマシンにレーザーパーツ付けられるかな。というのもベースになるシャーシがスーパー2シャーシと言われて、 VZ シャーシと少しバンパーの形状が違うんだよね。そうだな、どうやってつけようかな。こういった FRP プレートを使って取り付けてみようか。そしたら一旦ローラーを外して、ここにプレートを乗せていく感じ。それでまた同じ位置にローラーをつけてあげると、バンパーに取り付けられる穴位置っていうのが増えたから、ここにレーザーパーツを取り付けてみようか。それはまあ、ミニ四駆マスター目指してますから。では、肝心のレーザーパーツ。ロードスピリットボディーパーツセット、ナイトレオンカラーエディション。うわぁ、これつけるのちょっともったいない気もするけどな。それじゃあ、レーザーパーツのフロントスタビライザー、これを穴位置合わせていくと、なんか微妙に穴位置合わないね。この穴位置になりそうかな。ただそうすると一箇所穴が開いてないから、ここに2ミリの穴を開けて、取り付けなんだけど、プレートを一回外して、この4箇所にビスを通したら、レーザーパーツをロックナットを使って固定すると、はい、ではこれでフロントスタビライザーの取り付けが完了です。ギアに関してもFRP プレートをベースに、リアハイトローラーはこんな感じに取り付け、リアブレーキは全長に合わせてこの位置で取り付け、スペーサーを挟んで取り付けるんだけど、スペーサーの長さを変えるとブレーキの効き具合も調整できるよ。はい、ではこれでスーパーツーシャーシがベースのレーザーミニ四駆が完成です。だってつけたいって言ったんだもん。
はい、本日の動画以上となります。クマスターさ、ローラーよりも先にスタビライザーが当たってるんじゃない？レーザーパーツつけたかったらローラー径大きくしようか。もしこの番組を気に入っていただけた方は、ぜひともグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。はい、以上ミニ四駆マスターでした。 T ひろきホビーチャンネルオフィシャルグッズ発売中。 T シャツやパーカーなどさまざまなグッズを取り揃えてますので、概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。 T ひろきホビーチャンネルをどうぞよろしくお願いします。